疲れ様です。以上でございます。今日はね、もう何回動画上げてきたかわからないダディブラザーラバーリトルボーイのソロをね、できそうでできない感じなんですよね。これね、何が難しいかって言ったら16なんですけど、フレーズの塊はなんか6って思いやすいんですよ。なんかテクニック的に言うならこうなんか。ここはいけると思うんですけど、次の。こうやってなんか6連符で回してる感覚なんですけど、でも、ふわりは16なんで。そうだ、ここが難しいんじゃないのかな。なんかね、打ち方が6連符の中のこの痙攣っぽい、こういう6塊を作りやすいんですけど、なんか音符が違うんで、もうどこに合わせてるかよく分からなくなるっていう部分なんですよ、このフレーズって。だからそこがなんか俺はすごいやりにくかったですね。これでもね、もしかしたら6連符の打ち方じゃないのかなって思ったんですよ。この俺はこの6の塊を作ってるんですよね、ハイ弾きする時って。で、これなんかキュリになってるんだ、6の塊なんですけど、じゃなくて、なんかもうこの16をめっちゃポール・ギルバートは意識してるのかもしれないです。6じゃないですよ。テンポ180ちょっとぐらいなんですけど、それの16部をめっちゃ考えてあの人はやってるのかもしれない。いや、かもしれないとか、多分そうなんだと思いますわ。あの、リズムにかなり忠実な人なんで、ポール・ギルバートって。だから、ここもなんか、俺は過去の動画とか6連符っぽい打ち方してるって言ったんですけど、いや、ひたすら16かもしれないですね。その方がなんかね、打ちやすいっすよ。でもね、ここで何がこれ難しいかって言ったら、このひたすら、ドゥルって打ってるのを、あの、適切なタイミングで移動させるのが難しいんですよね。6連符っていうのは、もうあの、自分の前言ってた型は、6連符の型を自分の体に落とし込めるんで、なんか体が自動的に6連符を動くような体になるから、なんかフレーズをオート化できるんですけど、なんかそうじゃなくて、これって、なんかもう、ドリルって感じなんですよね。あの、ダリバーさんのあのドリルみたいな感じで、ブルブルブルってこう動くのを、なんか適切なタイミングで動かしてるっていう感じだから、かなりね、なんつったらいいんでしょうね、コントロール能力を求められる。まあもちろん6連符でやるのも難しいんだと思うんですけど、解釈で。でもいや、なんか俺はちょっと苦手かな。最近こうリズムのトレーニングとかしてて、なのでちょっと理解ちょっとできるのかもしれないですけど、そうかな、多分6連符の打ち方を16に落とし込めるってやり方じゃないのかもしれないですね。ひたすらもう180っていうリズムにこれが多分動き続けてるだけなんじゃないんですかね。いや、なんかごめんなさい、もうやりながら俺も考えてるっていうか
どんな動画やねんっていう、このここなんかこれに対してジュークポンプがずっとあるんですよ。なんかできないと、やっぱね中間地点がわからないんですよ。このなんかでで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 でって言って、ここなんかクリックとかドラムに対して当たってる部分が脳みそで重力部が鳴ってて、このフレーズがこうなってないと、このなんかでででででってなってないと、そう音符をちゃんと弾ききれない感じがする。自分もちょっとまだまだまだだと思うんですけど、でもそれでもこれはちょっとなんとなく聞こえ始めたので、そこを意識するっていうか、もうこまあそりゃそうっすよね。だから16分のフレーズなんで、その後のこのなんかこれがやっぱり16部で鳴ってるわけなんですよ。16部がずっと鳴ってるっていう状態が一番好ましいと思うんですけど、あーがむずい、ほんまにむずい。やっぱね、でもね、俺思うのが、多分フレーズを覚えること自体はタブ譜を見て一生懸命やってもらえればいけると思うんですけど、これ多分ねクリック流してそのタイミングにこう当たるっていうか、なんつうんでしょうね、やっぱ16分音符でそのフレーズを提示するのが多分圧倒的に難しいんだと思うんですよね。フレーズ自体はそんな長くはないし、なんかガンガンゴリゴリに早弾きするっていう感じもないんですけど、やっぱこうタイミングはすごい難しくて、ちょっとやってみてくださいませ。あのなんつったんでしょうね、あのね、こういうあの早弾きのあの6連符っぽい感じ。
の部分は多分習得はできると思うんですよ。もうフィジカルっぽいものなのででもそれよりもう俺が何回も言ってるこう16部を感じながらこれを弾くっていうのがめちゃくちゃむずいっすね、うん、なんかあんま俺できてないですね今の段階で。あと部分はいけんのかもしれないどことかやっぱりこうつながるとつながるとやっぱ難しいですね。もうやっぱどんどんこう前のフレーズのこうストレスが加わってくるのでこんな感じですかね。練習します。ありがとうございました。